ボチャが美味しい時期になってきましたよ。しょっとさっと。なおれ。はい、始まりました、ケンマスクッキング。今日やる料理はね、じゃじゃーん、かぼちゃ買ってきましたよ。かぼちゃが美味しい時期になってきましたよね。え、かぼちゃの煮物好きでしょ、チムちゃんも。かぼちゃ確かにこの甘くてなんか甘くて安心するよね、ほっくりしててね。じゃあこれをね、普通に煮ようと思うんだけど、今日はね、はい、なんだけどちょっと考えてきたんだよね、僕ね。かぼちゃさ、いつも煮るときにさ、もうちょっとこう効率よくさ、もうちょっと美味しくなんないかなと、でこれ甘いじゃん。そうですね、これ甘いに対してさ、一緒に煮たら美味しくなんじゃねえかなってちょっと思ったのがあって、はい、で僕ちゃん考えてきたのはこれピーマンなんでね。ピーマンのほろ苦さとかぼちゃの甘さでこう対比させて、同じ味付けなんだけどやっぱ個性が違うじゃん、それでこう食べた時にこうちょっと飽きずに美味しくいただけんじゃないかなっていう、そういうその効率もよく、その味的にも相乗効果あるんじゃないかな、ちょっとやってみないと分かんないんだけど、やってみるね。はい、ってことで、チムちゃん、このかぼちゃとじゃあピーマンってなんか、栄養素的にはどうですかね。はい、まずかぼちゃなんですけど、はい、かぼちゃにはこのビタミン E がすごい豊富に含まれてるみたいで、野菜の中でもトップクラスらしいんですよ。で、このビタミン E は、強い抗酸化作用があるみたいなんで、はいはい、細胞を若く保つほか、心疾患や脳卒中、あと癌の予防などにも欠かせない、めちゃくちゃいいですね、栄養素らしくて、でこれと一緒に食べるといい栄養素が、まあ、ビタミン C みたいなんですけど、まあ、このピーマンにすごいビタミン C が豊富になんと含まれてるんで、その抗酸化作用が相乗効果で得られるんです。いやー、めちゃくちゃ、じゃあ栄養的にもこれはいいし、味的にもちょっとこの甘めとちょっとほろ苦みたいなところの相乗効果得られるし、食べてよし、体内に入れてよしっていういいコンビネーションですね。まさにですね、これがまあ僕の思い通りにこうすごく美味しいって感じになれば最高じゃない、間違いないね。じゃあ早速やっていきたいと思います。まずはこのかぼちゃなんだけど、まずはこの種はね、取っちゃいましょうね。ねえ、ハム太郎とかがいればね、これあげると最高に喜ぶんだろうけど。かぼちゃの種ですかね。かぼちゃの種だから、ハム太郎がいればね。ハム太郎買うか、今度この事務所で。カリ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 、うるせえか。かわいいですか、ね、かわいいけどね、なんか動物飼う、飼いたいなみたいなのもあるんだけど。よし、じゃあこんな感じで、じゃあ、で、こうやってこの、まあじゃあ、これは取りましたと。そしたらこれをまあ切るんだけど、このまま切るとね、どうしてもね、この危ないじゃない、硬くてさ、ガッてなってガッてやってこうちょっと手怪我するリスクもあるから、電子レンジがあればさ、電子レンジでさ軽くレンチンするだけですごくスーッと切れるのね。まあ時間の短縮にもなるし、まあ電子レンジ使うのが結構まあ僕はいい、簡単でいいんじゃないかなと思ってるんだけどね。まあ、本当だったらね、こうあの硬い状態からゆっくり煮た方が甘みは引き出されるんだけど、電子レンジ加熱でも、まあ、加熱してるっていうこと自体で甘さが、まあ、引き出されるとは思うんでね、まあ、一旦これで、じゃ あの切りやすくするためにね、これで電子レンジで、そうだな、600ワットで、まあ、3分、4分ぐらいかな、いってみようか。でその間にさ、このピーマンなんだけど、ピーマンはそのままこう煮るんじゃなくて、やっぱこうちょっとこう半分ぐらいにこう切って、でまあこれさ、まあ別にまあ種もこっちはこっちで食べれるっちゃ食べれるんだけど、僕はあんまりね、種あんまり好きじゃないんで、この種の部分を取ってね、大きさはねこの半分ぐらいのこの大胆な感じがいいと思う。かぼちゃもある程度大きくするから、その食べ応えをこうなんていうの、合わせるためにピーマンもこのもう半分切りでもうこれでいいと思う。これで種とこのヘタの部分だけ取って、でこの加熱してる間にこうやって切って、ピーマンはやっぱね油と相性いいんですよ、煮るにしても。でこれでちょっと油大さじ1杯分ぐらい入れて、ピーマンをこうこっち側こうちょっとこうこのこっち側ね、あのこう下にしてさ、こうやってこうちょっとね、やあの油を回しながらちょっと焼くんですよ。そうするとね、この皮が結構その苦味の元みたいなとこあるし、それを焼くことによってこの香ばしさも出るし、油を回すことによってピーマンってこうこってりしたイメージになる。そのなんでここでしっかり油を回して若干のこう焦げ目をつけてちょっとね焼いとくのがいいと。これをねやるのとやらないので多分全然ね味のノリが違うと思う。中火ぐらいでこう油回して焼きを入れていきます。であとさ、
これさ、ダイソーかなで買ったんだけどさ、300円でこの中華包丁見てね、これさ、結構便利なんよ。この硬いやつ切るときに、まあ出刃包丁ある人は出刃包丁使えばいいんだけど、なかなかない人もいるじゃん。硬いやつ切るとき、この出刃とかよりもこの結構重さで切れるから、結構これあると便利。意外とおすすめ。これ300円で買ったんだよね。でこれからさ、さつまいもだとかさ、まあ特にかぼちゃだよね、なんかやるときに結構ね便利よこれ、うん、まあおすすめ。こうやってこう回しながらね、ほらこういう感じでちょっと香ばしさが出るね。でこの香ばしさとこの油が乗っかることによってコクも出ます。はい、こういう状態でね、ちょっとね香ばしいね、あの色目がつくぐらいやっちゃっていい。さあ、そこを知るうちにかぼちゃだよね。よっ、でちょっとこれ気をつけてね、よいしょ、ちょっと熱くなってる。でこれでまあ電子レンジ加熱したことによって簡単にさ切れるから、まあどういうふうに切ってもいいんだけど、ちょっとあのなんていうかな、大胆に切った方がいい。よいしょ、これちょっとね大きめがいいね。これもう電子レンジで加熱したからさ、超簡単に切れるわけですよ。これさ、本当にこう普通の包丁で切るってなったら大変ですからね。まあここはまあお好みだけど、こうやってね電子使えばこう簡単なんで。あとはね、このこっち側がこうちょっと汚れてるみたいな模様になってるのがあったら、気になる人はこうやってこうこのカッティングしてからこうやってこう削る。そうするとその汚れも取れるから。ね、これも色目的に嫌なとこないからこのままいっちゃうけど、でこんな感じで、で、はい、そしたらねこのピーマンの方もこうしっかりやってちょっと端に寄せてあげて、でこのじゃがいもこのかぼちゃをねこういうふうにこうやってこう、どっちかな、この皮上なのか下なのか問題あるけど、なんかね僕ね皮下の方がいいような気がしてんの。でこの皮上にして、まあ、煮るとさ、なんとなくさここが剥がれちゃう気がするの。だからこれ下の方がなんとなく僕はねいいような気がして、正解は分かんないけど僕はこうしてます。さあ、そしたらここまで来たら、あとはもう準備整ったんで、あとこの煮るだけなんだけど、煮るのにはねもう簡単なんだよこれ。まずね水 200cc じゃーん入れるよ。そしたらいつものあれだけど、醤油、みりん、酒でもって、お砂糖も全部2だから、水も2だからね、水も 200cc だからもう全部2。よし、じゃあこれを全部2ずつ入れよう。大さじね、もう分かりやすくてしょうがない。1、はい、醤油2と、はい、みりん2と、はい、はい、酒が、はい、2と。よいしょ。でお砂糖ね、まあ甘くしたかったらこれも同割りでいいくらいなんだよな。これもじゃあお砂糖も大さじ2、全部に全部大さじ2。これも超分かりやすくていいと思う。これで全部の調味料入ったんだけど、まあ一応ね入れても入れなくてもいいんだけど、ちょっとねこの枠だし入れるとちょっと味がまた濃くなっていいんだよね、この本だし。でこれは小さじ1、はい、よし、これで OKうん、OK。 でそしたらこれを弱火にして、よいしょ。そしたらねこうやってこう上に、まあ、浮いてるような状態になってるから、これでねちょっとキッチンペーパーちょっと真ん中ぐらいこう穴開けて、でこれでねこう落としボタンしてあげると、全体にこうあの対流して回ります、あの味がね。まあこれでねある程度、まあ、レンジであのじゃがいもじゃねえかぼちゃがねあの柔らかくはなってんだけど、これで少しね10分ぐらいかな。である程度その味が回って、まあ素材が柔らかくなって、そのまあ煮汁がある程度もなくなるまでこれで煮て煮含めていきます。はい、スタート。はい、10分経ちましたってことでね、どんな感じですか。これでちょっと浸透して、どうこの感じ。うわー、いい感じじゃないの。いいんじゃないのこれ。ちょっとこれ持ってないから、こっちょっと絞って。じゃあさ、どのぐらいの感じかちょっとつまようじでね。サクッと、サッサッと入りますね。力いりません、サクッと。これですよ、このシュッと。いいですね、完璧にひげ。
入ってこの煮汁もこのぐらいね、ちょっとこのまだあるんだけど結構な量が減りましたと、まあ、こんなような状態で分かんない、この煮汁の段階で味わう。おー、なかなかバッチリじゃないのかな。じゃあ早速じゃあこれをじゃあ盛り付けてみますね。これで完成ですよ。思惑通りにできたような気はするけどね、まあ、崩れやすいからね、こうスプーンとかの方がいいかもね。そう、よいしょ、おいしそう、超ホクホクで味しみしみね。この感じどうです、この色目もさ、どうだ。ほんでもってこのピーマンよ、脇にさ、ピーマンクタクタ、これどう、この感じね、おいしそうだね。うわー、どうかなこれ。うわー、ちょうどいいんじゃない、この完全にこの煮汁がとるなくならないで、ちょっとだけこの残ったのをこうだーっとかけて、よし、はい、こんな感じで完成しました。今日の簡単料理ね、旬のかぼちゃを使ったかぼちゃとピーマンの炊き合わせの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よーし、あね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。どう、この感じ、わー、じゃあザ煮物みたいなね。いやー、かぼちゃのホクホク感よく出てんじゃない。じゃあ早速これをね、食べる前にいつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした、乾杯。あー、美味しい、もう毎日楽しい、へへーってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。この感じね、かぼちゃね、ピーマンね、この感じで、このかぼちゃがどのぐらい柔らかいか、さっともう箸でパカッて、もう力入れないでパッと割れるぐらい。じゃあかぼちゃいきますよ。いただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。ザーなんか田舎のかぼちゃにみたいな感じ、もう本当に甘じょっぱくて醤油がキリッと立ってる中にこのかぼちゃの甘みがパッときてて、本当にメリハリのある味で、歯がいらないぐらいこう、もうね、とろけんの、うん、でこのピーマンいってみるか。あー、美味しい。この味の対比がすごくいい、かぼちゃの 甘さがより際立つかも。うん、これはこれだけで美味しいんだけども、素直な甘じょっぱさとかぼちゃの素材の甘さとのこのなんか甘じょっぱさと交互に食べても食べ飽きない、こうすごい個性がある中で両方主張してんだけど支え合ってるっていうか、まあこれがいわゆる相乗効果っていうやつじゃないから、いやー美味しい。じゃあちょっと志村君、はい、よし、じゃあちょっと食べてみて。はい、ありがとうございます。ねえ、このかぼちゃとピーマン両方ね、もうすごいよこれは。いただきます。本当に柔らかいですねこれ。ね、箸でサクッと切れるでしょ。うん。ああ、うんうんうん。これはもうまずかぼちゃだけでも、まあ、もうかぼちゃだよ、もそもそもそのかぼちゃ本来の甘みみたいのめっちゃわかりますねこれ。これすごいよね。うん。お料理屋さんのとまた違うよね。うんうんうん。ザ田舎にみたいなさ。うん。ピーマンピーマン。うん、ああ、確かにこれは相性抜群ですね、うん、まあ相性いいよね。うん、この苦さがこう生きてきてるよね、うん、確かに交互に食べれば食べるほど際立っていきますね、これは。うん、これはもう作り方も味も、うん、もう完璧ですね、本当に完璧だと思うね。うん、もうこれは本当にこのまま置いといて本当に冷めてもうまけりゃ、うん、明日のお弁当でも全然いけるし、うんうんうん、やっぱこの秋、はい、美味しくなってくるから、このかぼちゃは上品さはないけどご飯のおかずにもなるしね、お酒にもこの、うん、合うよねこの感じだと。ってことで今日のこの簡単料理ね、はい、ピーマン寿司系かぼちゃとピーマンの炊き合わせ、はい、大成功でーす、はい、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。はい、ここからね、サコちゃんの方で反省会とか雑談とかね、適当な話またやるんで、はい、よかったら概要欄からね飛んでくれると嬉しいです。じゃあまたねー。